はい、えー。皆さん、こんにちは。タクヤでございます。サブチャンネルのね、本音の館へようこそいらっしゃいました、えー。今回の動画なんですけれども、はい、えー。丸尾巻兵庫県議のお話をやっていきたいと思います。でね、まあ、このね、丸尾巻さんと言うとですね、はい。斎、えー、藤元彦文書問題、えー。この中でですね、例のね、スキーウェアのお話で、ね、こう、でっち上げをしたんではないか、デマを振りまえたんではないかっていう風に、まあ、世間で言われている一人なわけでございます。 でね、まあ、このね、丸尾巻さんなんですけども、昨日ね、大きな動きがありまして、なんとですね、はい、え、裁判を起こすというところで、カンパのお願いっていうのをですね、まあ、ご自身の X でね、まあ、ポストされたわけでございます。でね、まあ、このね、裁判費用のカンパのお願いっていうところで、はい、え、この丸尾巻さんおねだりかっていうふうに言われているわけなんですけれども、今これね、YouTube でもね、まあ、結構言われているわけなんですが、今回の話っていうのは、そこではございません。まあ、もちろんですね、 ね、あの情報開示請求だとかそういったことをやり始めるとものすごいお金がかかるので、まあ、だからそういったところで、ねまあ、自分の、ねまあ、持ってるお金では、ね、足らないから、まあ、だからねカンパをお願いするっていうのは、まあ、よくある話なんでだからここは、ね、特に、ね、問題ではないんですよ。で特にね、まあ、今回お話ししたいのはこのねスィーウェアのおねだり。 まあ、この部分についてデマを振りまえたっていうふうに世間で言われてはいるんだけれども果たしてこの話どこからやってきたのかっていう部分をちょっとねまあ、確認したのでまあ、そのお話をしたいんですねでそうなってくるとはいこのですね丸尾真紀さんがやろうとしている裁判なんですがはいこれね勝つ可能性がね出てきちゃうんですよ。 まあなのでね、そういったところも含めて、まあ、ちょっとお話をねやっていきたいなというふうに思います。で、まあ、私なんですけども、この丸尾真紀さんをですね、擁護するつもりは全くありません。はい、まあ、だからね、まあ、そこをね前提に、まあ、あくまでも私がね、まあ、事実確認をしたところ、まあ、これについてですね、ちょっとお話をしていくので、聞いていただければと思います。はいででねねね、まあ、まずです、ね、この、ね その丸尾真紀さんがこう、ねまあね、こううねねまあデマを振りまいたっていう風に言ったね話のねその元っていうのが例のそのスキーウェアの話になるわけなんですけどもそれがですね例のねあのー、まあ、神鍋高原のえー、と神部高原の観光協会が正式に発表した文書によるんですよね。で、まあ、これなんですけれどもはい令和6年8月22日に掲載されましたこれホームページね。 でこれのねページっていうのはもう今ね削除されております。 はい。でね、これね、まあ、もともとね、どういったね、内容だったかって言いますと、ちょっと読み上げますね。お知らせ、兵庫県議会議員の X、括弧こ q ツイッターの投稿内容についてっていうタイトルで、はい。表題の件につきまして、現在、斉藤元彦兵庫県知事による、神鍋高原スキー場視察に関して、事実と異なる内容の投稿が拡散されております。果実、2024年8月21日に、某議員の X に投稿された、 え、知事、スキィウェア、たかり事件について、当協会関係者に事実確認を行いましたが、いわゆるたかりやそのようなニュアンスに解釈されるようなことも含め、確認されなかったことをご報告いたします。今後とも、え、神鍋高原の観光振興にご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。っていうですね。え、そういったね、まあ、投稿がありました。 はい。でね、まあ、これね、ま、あその後日談があって、はい、8月29日なんですけども、某議員より、え関係者へ正式に謝罪があり、上記の当該ポストを削除することで和解となりましたことをご報告いたします。っていうのがね、あったわけでございます。でね、まあ、これなんですけれども、これね、ま、あ某議員っていうふうに書いてあるんですが、もともとのオリジナルはですね、丸尾さんのね、名前だったわけでございます。まあ、だからそういったところで、これね、あの、 まあ、マルオ議員はですね、これね、まあね、たかり事件っていうかさ、まあそのね、おねだりがあったっていうふうに言って、で、まあこの時にですね、そのね、まあ場所が特定できるような情報も一緒にね、X でポストしてしまったわけでございます。だからそういったところで、まあこのね、 神鍋高原のスキー場にですね、まあ、ものすごい問い合わせが来て、で、まあね、そういったことはありませんっていうですね、そういった表明を出したわけでございます。で、まあこれっていうのはね、まあ今ですね、まあね、こうページは削除されているんですけども、じゃあね、このね、丸尾議員なんですが、なぜこのようなことを言ったのか、はい、本当にね、あの、もう勝手に捏造したデマを振りまいたのかっていうと、まあこれがね、そうではないんですね。 で、これですね、まあ、丸尾議員が、まあ、5月にですね、まあ、独自でね、その、ま、アンケートを取ってるわけなんですけども、このね、スキー場でのスキーウェアのおねだりに関して、何を根拠としているかと言いますと、はい、え、これがですね、その5月のね、そのアンケートの中に書かれていた、このね、一文なんですよね。で、まあ、このね、まあ、文章をですね、ちょっと読み上げたいと思います。人捨てに聞いた内容。 〇〇〇のスキー場視察にあたり、通常はパトロール隊員しか着用できないスキューウェアを欲しいとねだり、断られたという話を聞いた。この件は〇〇〇〇〇〇の〇〇〇に聞けば事実が確認できると思う。 というところで、はい。どこどこさんのねえ、誰々に聞けば、まあ事実が確認できるっていうのがアンケートの中に書かれておりました。で、このアンケートなんですけれども、まあ実際にですね、まあその兵庫県がまあ公開しているそのアンケートの内容の文書があるんですけれども、これのですね、22ページ目に記載されております。これはね、私もね、実際にね、そのアンケートっていうのを見ました。で、まあマルオネさんのそのね、まあ言い分としてなんですけれども、 まあ、このね、まあ、部分に関して、まあ、あの、丸尾議員もですね、実際に。はい、このね、アンケートの中に書かれていた。そのね、関係者ですよね。はい、え、まあ、これ、おそらく神辺高原スキー場の、ね、まあ、誰々さんという、まあ、特定の人だと思うんですけども。この方にですね、実際にね、まあ、話を聞いて。で、そのね、録音があるというふうに。はい、言っております。録音があるんですよね。 うん、で、まあ、これね、本人のね、まあ、X のポストなんですけれども、はいえ、これですね、9月の15日にあります、5月の私の県職員アンケートで、スティーウェアについての記載があり、現地で話をしてくれる人の名前も書いてあったので、連絡を入れました、事実関係を認め、スティーウェアを知事側が欲しいと言ったが、購入してほしいと返すと、その後、連絡がなかったと、その後、2度、内容を確認、録音もあり、県職員の証言もあり。 というところで、はい、5月のアンケートでそのようなね、まあね、どこどこの、まあ誰々に聞けばね、あの事実が確認できますよっていうふうに言われたので、なのでこの丸尾議員は実際にそうね、確認をしました。はい。で、これがですね、本当にね、まあそのね、スキー場関係者なのかどうかっていうのはまあね、伏せられているんですけれども、まあこれはね、よくわかりませんが、ただ丸尾議員はですね、すごい自信があるようなんですよね。 で、まあそういったところで実際にですね、確認をして、で、その時の録音もあるということなので、これがですね、まあものすごいね、まあ本人の中で、あの、ものすごい自信につながったと思うんですよね。なので、まあ実際にね、聞いて録音もしたし、でね、証言してくれる人もいたし、だからこの話はほぼほぼ間違いないだろうというところで、まあそれをね、あの話をこう表に出したわけでございます。だからね、このね、丸尾議員っていうのが本当に、 ね、そのスキー場での,そのおねだりを、をこうね、捏造してデマを振りまいたのかって言ったら、そうではなく、あくまでも、はい、5月に取ったアンケートの中に、そのね、事実関係を確認できるね、人のね、名前がありました。なので、電話をするか、何かをするかでね、まあ、聞きましたで、録音もしましたで、内容を確認しました。はい、というところで、まあ、丸尾さんとしてはですね、こういった証言があったから、だからこういうね、あの、話が出てきたんだよっていうふうに言ってるわけなんですね。 で、このね、丸尾議ーなんですけれども、あのご自身のね、まあ、ブログの中でも、この件に関してですね、ものすごいね、ぶわーっとね、はいえ、長文が書かれております。はい。<laughs> まあ長文なんですけど、だからね、そういった部分で、 これね、あのー、まあ、これをね、読むとですね、なるほどね、あの、実際にそういうふうに発言した、その根拠っていうのが分かるよねっていうのが、まあね、あのー、よく分かるわけでございます。だからね、これね、それ全部を読むと、その結論として、読んでいただいたら分かると思いますが、丸尾がおねだりを偽造、捏造したという発言は、完全な間違いですっていうふうに、きっちり書いてあるんですよね。はい。 だこれをね、読むとですね、ああ、なるほどね。だあ、さあ、ま、あの、こういった証言があったから、ま、だからね、あの、ま、こうやって自信を持って言ったんだよねっていうのが、まあ、まあ、よくわかるわけなんですよね。だからね、このあたりをね、全部すっ飛ばして、で、やってしまうとですね、ま、これね、本当にですね、ま、事実誤認と言いましょうかね、ま、ほんにこう、 まあ、情報を発信する側がまたデマを振りまいてしまうっていうね、えー、そういったことになるわけでございます。うん、だからね、まず、このね、今世の中に広がっている、そのー、まあ、スキーウェアのね、まあ、お話に関して言いますと、 これっていうのはですね、その神鍋高原スキー場が、そんな事実はありませんっていうふうに言ったから、じゃあ、丸尾お前嘘ついたんじゃねえかっていうところになってきたわけなんですが、ただね、実際ね、こういうね、あの、丸尾議員の、まあ、その確認だとかね、そういったところを見てみると、果たしてね、これが本当かどうか、はい、ね、あの、その世の中に広がってる部分ですね、そのね、捏造したっていうのが本当かどうかっていうと、ま、あこれはね、疑問を持たざるを得ないんですよね。 で、今ね、この丸尾議員のこういった説明を見たときに、ああ、なるほどね、つっ,って、ああ、まあだったらそれはまあ別に捏造したわけじゃなくって、ちゃんと証言があるからこのように発信したんだよねっていう風になるわけなんですよね。うん、だから、これね、今世間で、はい、丸尾議員がデマをね、振りまいただとか、捏造しただとかっていうのを、まあ例えばね、X だとか、あの動画でね、 拡散するっていう行為っていうのは、これはですね、まあ明確なる、まあ名誉毀損に当たるんではないかなっていうふうに思うんですよね。で、特にね、今回ポイントなのが、はい、これ丸尾議員のですね、その X に書いてあるんですけども、名誉毀損、カッコ、主に刑事っていうふうに書いてあるんですよ。これ、あの、民事訴訟で損害賠償を請求するっていうわけではなくって、刑事事件としてやるっていうふうに書いてあるので、 これ多分ね、相当自信があるはずなんですよね。だからね、まあそういったところを考えると、まあこれね、あの、マル議員、多分今回の裁判で、その、まあこれだけね、明確に説明がされているので,で、なおかつね、その証拠の録音まで出してきた時には、これね、訴えられた方、多分負けます。はい。で、特に刑事事件なんで、刑事罰の対象になるんですよね。だからさ、まあそういったところを考えると、 この話っていうのはもう誤って済むような問題ではないんですよね。うん。だからまあ、このあたりもう拡散されちゃってるし、で、特にですね、今ね、その、まあ、あの、カンパをお願いっていうところでご支援お願いしますって話になってるんですけども、これをおねだりということで、ちょっとね、バーってね、こう、まあ、かあの、話をしてしまうと、これそのものも名誉基礎に当たる可能性っていうのがやっぱりあるんですよね。うん。だからまあ、ねちょっとそのあたりを考えると、 うーんまあこの手のね、そのいわゆるさ、今ね、ね例えばさ、竹内議員ですよね、もう辞めちゃいましたけれども、まあ、あの方もね、まあちょっといろんなことが言われておりますが、結構慎重にそのバックグラウンドを精査して、物事をお話ししていかないと、これかなりね、危ないんじゃないかなって思うんですよね。うーんじゃないとさ、うわっ、こんな話が出てきた、バーってさ、あの言っちゃうでしょ。 で、そうするとさ、ね、丸尾議員は丸尾議員のね、主張っていうのを、もうホームページ、まあブログだとかね、あとは X でもしてるわけなんですけれども、うん、それを無視して、あの、表面的にね、拡散されている、はい、え、神鍋高原が否定しましたっていうところですよね。それだけで、はい、え、こいつはデマを振りまいただとか、捏造したっていう風に言ってしまうと、ちょっと危険。で、なおかつ、これね、神鍋高原スキー場も、そのね、お知らせの中から、はい、このね、丸尾議員の、 その、ね、投稿内容についてというそのお知らせを消してるんですよ。でこの内容っていうのはまあね斎藤知事をですね、まあ、擁護することになるので、まあ、これ別にねあの本当になかったんだったらこれそのまま残しておいた方がいいと思うんですよ。だってさあ、ねまあ、他にもですねやっぱり、ね、疑問に思ってる人がいてで問い合わせをするかもしれないですからねだからそういったところでこのページ残しておいても何も問題がないはずなんだけれども はい、これさどうして消したのかっていうところもねやっぱり考えていかなきゃいけないんですよね。でそうなってくるとはいえ、丸尾議員は丸尾議員でこれっていうのはまあねその関係者にねまあ、電話で、ま、だとかねまあ、いろんな形で聞いてで証拠の録音もちゃんとありますよ。はい、これがもし神鍋高原のそのね、まあ、観光協会の関係者で実際にそのねまあ,しあの証言してくれる人だった場合。 はいこれね神鍋高原はですね間違った情報を掲載したっていうことになっちゃうんですよねだからそうなってくるとじゃあなんで取り下げたのかはい間違ってたから取り下げたのかもしれないですし何があったのかは分かりませんけれどもただこのあたりっていうのは取り下げるっていうことは何かしらの意図があるっていうふうにやっぱり考えなくてはならないと思うんですよねなのでそうなってくるとはいこのスィーウェアのおねだりに関してなんですが これ完全にデマというわけではなくってやっぱりまだね疑惑としては残ってると思うんですよね。まあ、なのでね一番簡単な話はマ尾議員がそのねあの実際のね証言の録音 はい。え、これをね、まあ、百条委員会とかで公開しちゃうのが一番早いんだけれども、まだ公開してないっていうところなんですよね。で、これなんで公開しないのかっていうと、まだね、あの大混乱を起こすからね、まだ公開いたしませんとかっていう風に言ってはいるんだけれども、でもまあ、本当にね、あのー、証言だったら場合ね、 これっていうのは、まあ、非常にですね大きな、ね、ものになりますしはいまたねこう今までさこののねまあさあの選挙の時にねあのデマがねこう YouTube だとかまあいろんなところで振りまかれたとかっていうそういったまた決定的な証拠にもなりうるので、うん、だからまあそういったところも含めて、まあ、いろいろ考えてみないとちょっとまずいのかなっていう気はしてますよね、うん、だからまああの丸尾議員がですねまあねデマを振りまいたっていうのはやっぱり こうそのように言うのはやっぱりちょっと壮計で、うん。やっぱり丸尾議員は丸尾議員のそのね、その主張っていうのをさ、やっぱり読まないと、うん、これはね、あの、もうその表面的に見える情報だけでさ、言っちゃうとね、まあこれは完全なる名誉基礎になるので、うん、まあだからね、やっぱり、ちょっとね、こう、 YouTube っていうのはね、やっぱり怖いなっていうふうに思いますよね。で、こういった話っていうのはさ、やっぱスピード勝負でさ、こうね、バーってさ、動画が作成されて公開されるから、うん、だからまあそう考えるとね、うんまあ、そうならざるを得ないっていうのはわかりますけれども、ただ、この手の話を扱うときっていうのは、やっぱりかなり慎重にならないと、やっぱね、あのすぐ名誉毀損になりますからね。でさ、まあ私もね、まあ今までね、皇室問題やってて、 で、その時もさ、ね、今さ、ね、あの、SJ と武田恒ねさんの裁判あるでしょね、あのようにさ、もうなんだかんだ言ってね、すぐ名誉毀損、すぐ名誉毀損ってね、なりますからね。で、武田恒ねさんも、ね、例えばさ、その X にポストされてるね、内容を見て、でねえ、そのポストした人を訴える、名誉毀損で訴えるっていう話もやっぱりしてるわけなんですよ。だからね、訴えられないから何を言ってもいいわけじゃなくって、やっぱ普段から気をつけておかないと、何も言えないから、だからね、 あのー、何をやってもいいってわけじゃないんでうんでしかも寺院さんだからね、うん、だからそうなってくるとさもう名誉毀損だっていうねうにな,、まあ、なったらねまあ、すぐやりますからねはっきり言ってねうんまあだからそう考えるとまあちょっとこの手の情報発信っていうのはねやっぱ少し時間がかかっても、うん、慎重にやらないとまあね情報拡散するだけでもね名誉毀損になりますからね、うん、まあだからまあまあまあ怖いお話でございますはいうん ねえまあ、百条委員会で、ねまあ、きっちりと、ね、この点について、まあ、あの丸尾議員が、ねまあ、全体公開であのやってくれたほうが、ねまあ、本当に、ね、話は早いんですよね。だって今までさ、ね、その百条委員会に関してもそうなんですけどもそのパソコンの中身これが一切公開されてないでしょ。 でさ、片山副知事もさ、ね、あのー、まあ、クーデターのね、動きがあったって、そのね、計画をする文書があったっていううに言うんだったら、じゃあその内容を見せろよって話なんですよ。じゃないとさ、もうね、その話ばっかりでさ、実際のものを見ないとさ、誰も信用しないんですよね。だからね、まあそういったところでやっぱりね、今の百条委員会のやり方もおかしいし、 うんで証拠があるんだったらそれちゃんと出さないとさ、ね、やっぱり今みんなが知りたい情報っていうのは本当に何があったのかっていうところなので、だからさ、まあ出し惜しみしないで、まあバン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 出しちゃっていいと思うんですよね。でもしそうじゃなあ、それができないんだったらもう裁判やるしかないよね。はっきり言ってね。で、あとですね、その、 あの、公益者つ、あの、公益通報者保護法の部分に関してなんですけども、あれ、私の、ね、見解をちょっと軽くね、未だにお話しすると、あれ、11条にはね、多分ね、違反してます。はい。だから、まあ、そういった部分で、ちゃんと調査する、そのね、まあ、グループを持たなかったっていうのは、これは違反なんですよね。で、あの、あとね、その、公益分、あの、いわゆる公益通報に当たるかどうかっていうところに関しては、これに関してはかなり微妙です。というのも、そのね、公益通報が、これがね、 不当な目的かどうかっていうのがポイントなんですけども、不当な目的になる場合っていうのは、完全に、そのね、まあ、クーデターを起こすためだけにでっち上げたっていうなるんであれば、まあ、これはですね、ま、広域通報にならないし、 でそういった目的があったとしてもまあねひょっとしたらねあの県政を良くするためにっていうふうに思ってる内容があるんだったらまあそれはですねまあ、公益通報にあたるしっていうねまあ、すごい微妙な部分なんですよねまあ、ただ11条の部分に関してはまあ多分違反してるからまあ、だからその部分についてはねやっぱりちょっと何かしらの罰則はあるんじゃないかなこれはただあの斎、ー、藤元彦さんだけじゃなくってこれは県のね そのやり方っていう部分において、まあ、ああの、是正するようにっていうね、まあ、いわゆる是正勧告が出る程度じゃないかなっていうふには思うんですけども、まあ、その感じだと思います。だからね、このね、公益通報者保護法の部分について、まあ、3条がどうこうだとか、5条のね、部分で違反してるだとかさ、まあ、いろんな話っていうのは今出てますけれども、これもうちょっとね、情報が出てこないと、 そもそもね、公益通報に当たるかどうかというところからやっぱり微妙になってるので、だからこのあたりはね、もうちょっと情報を待たないと、ちょっとね、表向きにね、語ることっていうのは、まあやはりできないですよね。まあ、いろんな弁護士さんがですね、いろんなね、話もしてますけれども、そもそもの話がね、まずね、公益通報に当たるかどうかのところからかなり微妙なんで、だってその証拠がないからね、はっきり言いますけれども。 うんまあ、そのためにはまあ PC の開示っていうのは必要なんですが、まあ、だからね、この話っていうのは、ねまあ、もうちょっと情報が出てきてから、まあ、ちょっとお話ししたいなっていうふうには思っております。はいえー、というわけで、ねまあね、今回の動画なんですけどちょっと長くなってしまいましたが、はいえー、マルオギーのです、ね、例のスキーウェアのお話、えー、そのお話を、ね、今回させていただきました、えー。それでは皆さんまた次回の動画でお会いいたしましょう。それではまた。